第三節自立訓練法を始める前の心構えと注意点 A 自立訓練法である程度の効果を出すためには自分の病気は自分で治すのだという強い目的意識を持ちある程度長期間毎日一定の時間は続けることが必要です最初のうちはほとんど効果がないように感じられたりやっているのが苦痛に感じられる場合もありますが 最低2から3ヶ月は続ける必要があ,りますある程度の時間をかけて一つ一つの段階を追って進んでいくうちに必ず効果が現れてきます。B 訓練を行う場所は精神的にくつろげる場所を選びます。最初は周囲が静かで明るすぎず暗すぎず広すぎず狭すぎず寒くも暑くもないといった慣れた場所で。 人がが入ってここないところが最適ですしかし慣れてくればある程度悪い条件でも行えるようになります C メガネ、コンダクトレンズネクタイバンド帯腕時計指輪など体に異常な圧迫を与えるソーシングは外します服装もできるだけ薄着で体を圧迫するような下着などは外します満腹時や極端な空腹時 眠たい時激しい過労時などは避けますトイレに行き排便や排尿を済ませておきます D 姿勢は長時間同じ姿勢でいても疲れず体がどこも痛まずリラックスできる姿勢を選びますできるだけ筋肉が緊張しない姿勢をとります行画姿勢単純椅子姿勢安楽椅子姿勢の3種類の姿勢が適当です以下の図は 佐々木雄二先生の著書より引用しました。一行画姿勢は、ベッドや布団に仰向けに寝た姿勢です。布団は、やや柔らかめで、枕は、あまり高いものは、避け、首構え屈しすぎないようにします。両腕は、体からやや離して両脇に置きます。手のひらは、下に向け、やや内側に打ちします。指、手首、 肘などは心持ち曲げ気味にしておきます。こうすると筋肉が緩みやすいからです。両足はやや開き気味にして足先は扇形に開きます。両膝の下に低い枕を入れると腹筋の緊張が緩みます。二単純椅子姿勢は丸い子などの背もたれのない椅子に腰掛ける姿勢です。椅子に深めに腰掛けて両足は肩幅程度に開き、 膝が90度より少し広い鈍角で曲がる位にし足底が床につくようにします。両手は柔らかく膝の上に手のひらを下に向けておき膝を包み込むような感じにします。上体はまず息を吸い込んで垂直にしてからゆっくり息を吐き出して上体の筋肉を緩めわずかに首が前屈指背中が丸くなる程度にします。 体が前後左右に傾かないようにします。三安楽椅子姿勢は、ソファーなどの背もたれのある椅子に腰掛ける姿勢です。上半身は、後方にやや傾斜し、頭を支えられるタイプの椅子を選びます。両手は肘掛けに置きます。肘掛けがなければ、大腿部にそっと置きます。両足は床につけた方が安定します。 長時間座っていてもおぞ骨が痛くなったりしびれたりしない体位にするようにします。いい座る姿勢が決まったら体にこわばりや余分の力が入っていないかどうかチェックします。ストレスが溜まっている時は人間の体は幾分か緊張状態にあります。慢性のストレスが長く続くと自分自身では緊張していることも気がつかなくなります。 このような時は、緊張している部分を揉んだり、叩いたり、揺り動かしたりして、緊張をとります。緊張している場所の筋肉に、逆に力を入れて、それから力を抜いて、解放感を感じリラックスさせるのも効果があります。このような体の筋肉の異常な緊張を改善するには、ストレッチ系の筋肉を引き伸ばす体操が有効です。中でも、 ヨーガの体操で緊張した筋肉を引き伸ばすのが一番理想的な方法です。体がある程度リラックス状態にあることが感じられたら、次の安静練習の段階に進みます。